はい、こんにちは。今日はね、箱穴周りやってて、裏方的なことですね。トレイルカメラとかは別にこれ箱穴の見回りでね、ぬかだけ入れて、様子見て帰ればいいんですけど、今日裏方的なね、いつもね自分が動画に撮影しているトレイルの映像のね、カメラの点検と設置ですね。電池変えたり SD の中身、 SD カードを変えたりね、そういったことをね、お休みの期間中にどんどんやっていきたいなということでね、昨日箱穴移設やったところにも、トレイル1台置いてきたと思ったら仕掛けてくるの忘れちゃったんでね、また後で行きたいと思います。こういったね、トレイルカメラの設置だとかね、電池の交換、SD カードの交換だとかっていうのはね、動画を作んなければ必要のないことなんですけどね、動画を作ってるんでね、今日はこれの設置をね、していきたいと思います。で、まあこういったのがついてるとどんなものが来てるのかだとか、そういったね、まあことがね結構映ってるんで、非常に役に立つのかなと。でね、自分の箱穴もねこれ見てください。はい、こういう感じで今ね漁期が始まってるんでね、箱穴の周りちょっとね入られるようなところだと、でハンターがね、箱穴の周りぐる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 犬がやってるような映像がね、こういうような今のような映像が、トレイルカメラに映ってます。なかなかねちょっととね、イノシシの痕跡があるところの箱穴がね少なくなってきてますね。今日はここへまた1台、どっかね、ここもねおそらく箱穴のところ入り口からねこうやって多分足跡そこら辺まで入ってるんでね、そこね、わかります？そこ入ってるんでおそらく来てるところだと思います。でこの箱穴に対して、トレイルカメラ縛るところがないんでね、そこいらへんの木、これを少しまた刈るような格好でね、この木にどうかな、うまくつけられるかな、わかりませんけどここへつけていきたいと思います。どうしてもね動画撮影してるとこういった作業がねかなり
大変厄介ですね。あとはちょっと後ろの扉を開けて、まあ、ぬかをかき混ぜるような格好して新しいぬかをね少し上に振りかける程度、やっていきたいと思います。はい、昨日動画でね上げたように、これがね時間の経ったぬかで、やっぱりずっと放置しておくとこういうような状態になってますよね。それで地元ベテランハンターに聞いたところ、このぬかをねかき混ぜて、扉の入り口にまけということを再三にわたって言われてます。で今自分の箱穴はねあのイノシシが入りかけてるんで、そこまで入ってきてるんでね、今そこの入り口のところには巻きません。これをねかき混ぜるだけにしてとりあえず上から少し新しいぬかをね、巻いて、これでトレイルはねこ一応ねここに仕掛けました。でどんな格好で写ってるかっていうとこういう格好ですね。これのもうちょっとこれアップになってるのかな、 こんな感じですね。こんな感じで写ってます。これでまあこの入り口は多分これでカバーできると思うんでね、もうあと何箇所か、トレイルの仕掛けですね。こういった作業も、普段やってるんでね、結構ね、ぬかだけ持って、ぬかとスコップだけ持って回るだけだとね、結構簡単なんですけど、やっぱりこういったトレイルだとかそういったのが入ってくるとちょこっと大変ですね。これでね今かき混ぜて蓋を閉めて、別のところに行きたいと思います。よし。